渡辺雅史の今乗りたい列車。このコーナーでは時刻表に載っている気になる列車を渡辺さんが紹介します。今週気になった列車はどちらでしょうか。はい、こちらです。東北新幹線の那須の252号です。はい、どの辺が気になるのでしょうか。はい、東北新幹線の那須のって、はい、まあ、基本的に東京から郡山の間の、を各駅に停まる列車として、運行していると、はい、で主な運行区間は、例えば東京郡山もしくは郡山東京と、那須塩原東京もしくは東京那須塩原というのがあの主な運転区間なんですが、この那須の252号だけあの始発が小山駅なんですね。小山駅6時21分発東京7時4分着というところが珍しいというのと、うん、で逆の方向東京発小山行きのなすのは別にないと、いうことなんで、まあ、あのしかもねあの新幹線は東北新幹線はなんて言ったらいいのかな、本気を出す区間、はい、っていうのがあのあれ、例えばはやぶさでいうところの時速320キロを出していい区間っていうのが、はいはい、確か宇都宮から盛岡の間なのかな、はい、だからこの那須の252号の区間はもう、ね、本気出せない区間だし、しかも大宮から東京の間は確か時速140キロだったかな。だから在来線 の新幹線は普通ね200何キロとか、まあ、あのはやぶさの場合320キロとかそういうのあるんですけど、140キロって確かあの在来線の最高速度京成のスカイライナーとかと同じ速度なので、だからまあそういう意味ではねほとんどの区間をそういう在来線の特急並みのスピードでしか走れなくて、小山から東京がこの、スピード、さらに制限されているところしか走れないみたいな感じの短さがまあいい味出してるんじゃないかなみたいな感じで、それにあの東京発小山行きもないっていうことなので選んでみましたという感じです。はい、ありがとうございました。今週の今乗りたい列車のコーナーでした。